どうもシャマです。さあ本日は、トレカの洞窟秋葉原の、タワー店さんの1万円遊戯王リパー買ってきました。2017年からはですね、遊戯王ポケモンカードら辺もちょっとね強化してここから勉強していこうかなと思います。なんかねこれ噂によると10分ぐらいで売り切れたらしいです。え？おっと？中身がオリパじゃなかった。まず、一品目、はい、こちらスーパーで、お、カイワさん、カイワ社長 A to Z ドラゴンバスなんちゃらって書いてある。はいはいはい、こちらですね。だいたいどんぐらいすんのかな、1000円ぐらいすんのかな。ロードオブドラゴン、ドラゴンの支配者がある。あ、ブルーアイズとかもあんだ。はいはい、クロスソウル、エネミーコントローラー、死者蘇生っていうの、結構ね昔からやってるプレイヤーでも知ってる。破壊力も強かったな。はい、ということで、僕ですね、実はね、遊戯王の、GX の中でもアンティークギアゴーレムとフレームウィングマンら辺までしか知らないんで、あ、これアークファイバー知らないな。あ、これブースターね。はい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 。3社目、ゴールドパック。これ確かあれだよね。なんか、めっちゃ在庫みたいなやつだよね。そう。知ってる知ってる、見たことある。めっちゃ安売りしてるやつ。よいしょ。ほい。お、エクストラパック。ちょっと待って。ちょっと待って、これなんかめっちゃかっこいいな。はい、エクストラパック、2つ目ですね。パックも入ってます。パック、アーク5、プレミアムパック、18。18、プレミアムパックか。へぇー。これもちょっとレアカードはね、調べて開けていきたいと思います。ゴールドパック、もう1個入ってましたね。はい。こちら最後ですね。遊戯王ムービーパック。あー、これか。これ知ってる知ってる知ってる。はい。ムービーはちょっと見てないんですが、うん。実はね、去年までずっとデュエルマスターズしかやってなかったんで、はい。まぁ、ちょっとわからないんですけども、ここら辺、一旦レアカード調べてから開封していきたいと思います。果たして、1万円の元は取れるのでしょうか？ちょっと個人的に不安なんですよね。ブースターがめっちゃ多めなんで。では、開けていきたいと思います。はい、ということで、今回出た、カードすべてカーナベルさんの買取価格で、計算させていただきました。で、レアがね、こんだけ出たんですよ。結構多いかなと思います。で、このタイタニックギャラクシーとかね、かなりバックアドカードもあったんで、よかったなという感じです。これプラス、会話セットのストラクチャーデッキですね。XYZ ドラゴン、なんちゃらキャノンみたいな。あれがついてて、あれがまあ1000円ぐらいかな、確か。1000円ぐらいで、これらのカード、すべて出たカードの、売り値が6800円でした。売り値ですよ。売り値で6800円だったんで、まあ買い値ではまあ1万、まあ、全然余裕で超えてるんじゃないかなっていった感じです。さすが福袋、やっぱり、なかなか内容良かったのかなと思います。はい、ということで、もし面白かった方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。遊戯王がちょっと今年から勉強していこうと思うんでね。ぜひこれからもやっていきたいと思います。ということで、シャマでした。さよなら。